この星に眠る未知のエネルギー、精霊。精霊を宿した者は魔女や魔人と恐れられ迫害を受けてきた。二つの国が辿った運命は長き戦いの道。1年前も今も僕の目的は変わっていない。戦いを終わらせたい。こんな幸せな都市があるのにどうして私たちは憎み合ってるのかしらね。今もこの戦争が長引いている理由ってのは感情論だ。ここまで来ると理屈じゃ止められない。貿易港三市 N07 部隊、1年ぶりに再結成だね。私たち精霊使いと帝国の犬は相入れぬ存在だ。帝国との全面戦争をお望みですか？もちろん。それこそが100年続く精霊使いの悲願だからね。能力解放、帝国兵消去する、そういう命令。何もかも簡単に勝てるわけじゃない。お前に自爆まがいのやり方を教えたのは誰だ？帝国に紛れた魔女ごときが俺の邪魔をする。非礼を詫びるわ。これはほんのお詫びの気持ち。私の本気を見せてあげる。この札は2枚で1つなのさ。彼はいつだってお嬢ちゃんの近くにいる。あらゆる因果に負けない強い運命で結ばれているよ。あなたは次の女王になるべきお方、帝国剣士イスカとの因縁断ち切らせていただきます。正門は私の誇りだけど、君がどう思うのかそれだけは知っておきたいの。黒金の後継イスカが連れ去られたようです。いかがいたしましょう天帝陛下。全ての精霊の力をもって俺は王を超越する。ザリンジャー、貴様の大罪100の残滓でもあまりあると。ねえイスカ、もし私が力を貸してって言っても君はお願いに応えてくれる？俺の目指す地平はさらに先、人と精霊の統合にある。今回だけ手を貸すよ。この白髪がアリスの敵で間違いないんだろう。100年前、偉大なる始祖様は帝都を火の海に変えた。その再現さ、これが我ら精霊使いの復讐の炎と知りたまえ。僕は帝国でアリスは王朝、相入れないのは思想と立場だ。僕が戦う理由も正門じゃない。じゃあ私のことは何て思ってるの？戦場のライバル。僕が目指す未来はそこにない。私の目指す世界も。お前が私を止める未来などない。星の怒りを知れ。あなたはもう王朝の英雄でも何でもない。今この時代にあなたは必要ないわ。だからお前はもう一度100年間眠ってろ。僕はこの戦争を終わらせる。私は迫害のない世界を作る。そして僕らの世界を変える聖戦が始まった。